ナビゲーターの田口千恵子です。このコーナーは名張市民みんなが差別や偏見をなくし輪になってつながっていくために名張市人権男女共同参画推進室の方々にお話を伺っていくコーナーです。本日はこの方にお話を伺っていきます。名張市人権男女共同参画推進室の田中です。田中さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまずは2013年12月に広報名張ひまわりに掲載されました相手の立場になってを朗読させていただきます。4月初旬の夕食中、学校での話になり、小学校1年の息子が、今日な、〇〇ちゃんに牛乳飲まなくていいんやろ、いいなーって言われてん、と言いました。なんて返事したの?と聞くと、牛乳飲んだら痒くなるから飲んだらあかんねんって言うた、と少し誇らしげな様子。ちゃんと言えたんや、賢かったやん。と言うと、うん、と笑顔に。その笑顔に少しほっとしましたが、内心は、やっぱり言われたなぁ、と反省の思いが。息子には牛乳アレルギーがあります。保育園ではずっと除去食でしたが、周囲の子供たちは小さい頃からずっと一緒で、それが当たり前だと思っていたようです。そんな状況に、私自身が慣れてしまっていて、小学校入学時、先生以外には息子の牛乳アレルギーを伝えていなかったのです。確かに息子を見て、僕が嫌いな牛乳を飲まなくていいなんていいな、と思うのは自然な感情です。でも、飲まなくてもいいのではなくて、飲めないのです。みんなが大好きなアイスクリームも食べたことがないのです。そうしたことが伝わるかなという思いで迎えたクラスの保護者懇談会。一通り説明して、もし家で話題に出たら、食べたら痒くなるから食べられないということを伝えてくださいとお願いしました。うまく伝わったかなと少し不安な思いで学童保育に息子を迎えに行きました。学童の指導員さんには息子の牛乳アレルギーのことや食べられるおやつなどは伝えてあり、いつも気配りをしていただいています。不安な気持ちを引きずって、いつもすいませんという私に、いいのいいの、私たちも何が食べられるのか分かったらこっちで用意できるし、これからも一緒に考えていきましょうと声をかけてくれました。私は一緒に考えていきましょうの一言を聞いて、肩の力が抜け、本当にほっとしました。相手の立場になって出る言葉の温かさを実感するとともに、自分自身の言動を振り返る機会にもなりました。はい、うちの小学校4年生になった息子もアレルギーがありまして、でこれまで本当にたくさんの方に助けていただいたり支えていただいて、なんとかやってこれてるなというふうに感じております。本部にもあるように、学級懇談会などで自己紹介させていただく機会がある時には息子のアレルギーのことをできるだけ言うようにしているんですね。で皆さん本当によく耳を傾けて聞いてくださいます。本当に感謝しかないなっていう風に感じているんです。ただ確かに子ども同士の間では何度かトラブルがありまして、例えばうちの息子も牛乳も飲めないですし、他にもいろいろとアレルギーがあって、給食は除去食を用意していただいたり、家から代替食を持たせたりとかもするんですね。で、まあ、例えばあんまり人気のないメニューの時にそういう代わりのもの代替食を持たせたりして、それがみんなが好きな肉団子とかね、例えばだったりすると、息子がね、みんなにアレルギーでいいなって言われちゃうから、この美味しい大好きな肉団子やけど持っていくの嫌やなとかいうことがあるんですね。で、まあ、あ、じゃあやめとくとか聞くと、まあ、うちの子の場合は食欲が勝って、やっぱり肉団子でいいわっていうことにはなるんですけれども、まあ私はやっぱり息子がこういう訴えをしてきた時にはね、あ、アレルギーやからしょうがないのにな、そんなん言われてもなみたいな感じで、まあ同意は一旦するんですけれども、
まあみんなにしてみたらね、自分が苦手な例えばお魚とかね、あの食べなあかんのに美味しそうなものを、ね、食べてたら、それはまあ思わず、ね、出てしまうこともあるやろうとクラスメイトの気持ちをね代弁したりとか、まあ、するようにはしてるんですけれどもね。そうですね、うん、お家から持ってきた代替食を子どもたちが見て、あ、いいなって思う気持ちも、まあ、分かりますし、はい、またみんなにこうアレルギーでいいなって言われちゃうから嫌やっていう息子さんの、ね、ね、あの不安な気持ちっていうのもすごく分かります。悪気のない子どもたちの発言ですが、相手の立場になって考えると、もっとアレルギーのこととか、その人自身のこととか知ることが大切ではないでしょうか。そうですね、まあ、私もね、あの当事者っていうことなので、いろいろとその、ね、理解していただくために、あのこちらの気持ちとか、はい、あの発信することって大事だなっていうふうに、まあ、理解してもらうためにも感じてます。まあ、ちょっとこれは良くないなっていうふうに子ども同士の中でもね感じることがあって、あのここでお話ししたいなと思うんですけれども、あの例えばね、アレルギーがうつるっていう言葉、そういうことを言われたことがあると、息子が。でこれは幼稚園の時にも小学校に上がってからでも何度かありまして、で〇〇ちゃんにアレルギーがうつるからあっちに行ってみたいに言われたと息子が訴えてきました。でこの時はばかりはね、やはりその気持ちの代弁というよりは、それはあかんなっていうことで息子と一緒になって怒って、で、まあ、場合によっては担任の先生にお伝えしたりとかもしてきました。で先生はやっぱりね、すぐに子どもたちにアレルギーはうつるものじゃないよっていうふうにお話ししてくださったりもしました。まあおそらくね、もともとうつるものじゃないっていうのは分かってて、わざと相手を傷つけるために言ってる、まあ、よくある子ども同士のいさかいだとも思うんですけれども、まあ、そういう機会にね、子どもたちに先生からそういうふうにお話をしていただいて、アレルギーについて理解を深めてもらえるのは、まあ、かえってありがたいことだなっていうふうにも感じました。はい、そうですね、子どもだけではなく大人も知らないことで相手を傷つけることがあります。決してアレルギーはうつるものじゃないし、アレルギーによってしんどいこととか、こう制限されることってたくさんあると思います。だからこそ相手のことを知り、正しくそれも知ること、理解を深めることが大切だと改めて思います。はい、あとはですね、あの牛乳パックをこうみんな飲むんですよね、給食で。でその時に遊んで振り回して、でまだ残ってた牛乳の滴がうちの息子にかかってしまったんですね。でその時に息子が気が動転して、ほんですごくそのかけたお友達を強い調子で責めてしまったと。でもお友達は全く悪気がなかったので、息子にすると怒られて泣いてしまって、でも先生にもね、いろいろとご苦労をかけしてしまってるし、その友達の保護者さんも私に謝りの電話をかけてくれたりしてね、いろいろお互いにちょっと、ね、嫌な気持ちになってしまって、まあ、私もそういう時にはね、やっぱアレルギーでね、申し訳ないなっていう気持ちになることもやっぱりあるんです。なるほどな。息子さんはとてもこう驚いたと思います。うん、でもやっぱりこう命に関わることにもなってくるので、やっぱり気をつけたいですよ ね、まあ、本当にね、はい、皆さんにはお世話かけますけどね、お願いしたいところですね。で他にも、まあ、例えば、あの悪気なしに大人がかけてくれる言葉でね、実はこういう言い方ってあんまりされたくないんだよなって思うことがあるので、まあ、いい機会なので挙げてみると、はい、まずやっぱりね、食べられへんものがあるなんてかわいそうやなっていう言葉、これ本当悪気ないと思うんですけども、やっぱりね、かわいそうっては言われたくないものなんだなというのを自分が言われてみてやっぱり気づいたことはありますね。あとは子供にね、大人から大丈夫、大きくなったら食べられるようになるからみたいなことを言ってくれる方がいるんですね。でもこれって子供が変にやっぱり期待してしまって、はい、大人ないつになると食べれるのかなとかね、変に期待させることはやっぱ根拠なしにはね、言わない方がいいなっていうのを特に子供に対してね、まあ、感じますね。あとはあの子供がね、例えばテレビとか見てて自分が食べられないものを、チーズたっぷり乗ったピザとかそういうのを見て、子供がポロッと美味しそうやな、食べたことないのに、あ、美味しそうやなとか、まあ、言うんですね。でその時に、〇〇くんもな、ピザが食べられたらなっていう、すごいその同情してね、これまあうち昨日うちの父が言ったことなんですけど、ほんで食べられたらなっ
って言ったってしゃあないんやから、それは言わんでいいよみたいなことを父に言うと、父も悪気がないから、なんでそれ言うとあかんねんみたいな感じになったんですけどまあちょっとね、やっぱこのタイトルにあるように、こう悪気ないんですよ、口に出ちゃうんですよ、思ったことがね。でも口に出す前に一回相手はこれをじゃあ言われてどう思うやろなっていうのを一回こうシミュレーションしてから、やっぱ口に出すって大事やなって思いますね。はい、今聞かせてもらってハッとこう気づかされます。本当にかわいそうやなっていうの、すごくこう上から目線な感じで、でその子の気持ちにこう寄り添えてないなって、ね、息子さんの気持ちに寄り添えてへんなって思いますし、それに、自分自身も本当にこうそう思ってないかなとかね、こうかわいそうやなとか思っていないかとか、言葉に出してなくてもそういうふうに思っている自分がやっぱいるなっていうのを実感します。その一言で相手がどんな気持ちになるか、相手の立場になってこう想像するっていうことが大切やなって、思います。まあ、そうは言っても私実は息子のアレルギーにすごく感謝してるんですね。アレルギーってやっぱり体にとって良くないもの、取りたくないものをちゃんと体の症状に出して教えてくれてるものなんですね。またアレルギーを持ってることで必然的に食べることに気をつけるようになりますし、それはこれからの時代に必要な、まあ、スキルというか能力というか、そうじゃないかなというふうに思ってるんですね。また、まあ、いろんなね、お友達との関係、まあ、保護者の皆さんとの関係の中から親子ともにこうやって学ばされることもたくさんあります。いろんな気づき、それから学びを与えてくれるアレルギーにはいつも感謝しています。はい、初めはどうしたらいいのかすごいこう戸惑いとか不安もあったと、察します。でもアレルギーというものを受け入れた時に子どものためにすることが見えてくるし、そこからの学びっていうのは大きいと思います。で、こう筆者の一緒に考えていきましょうの一言を聞いて、肩の力が抜けてすごいホッとしたわとあるように、一人ではなくって一緒にこう考えていきたいなと思いました。また田口さん、いろいろ教えてください。はい、ありがとうございます。今回は相手の立場になってというテーマで、名張市人権男女共同参画推進室の田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。